と目はすれ違いざまに、小声で死ねと言ってくる人。最初は、私の聞き違いかと思って、すいません、よく聞こえませんでした。と聞き返したのですが、何でもないのよ、気にしないで。と笑われました。他には、嫁いびりと言えるものはなく、でも、一日一回のペースでぼそっと言われるので、悪意があるんだと、私にもわかりました。やめる感じでもないし、言い返したところでごまかされるので、夫に相談。幸いにも、私の話を信じてくれたので、対抗策を二人で考えました。参考にするつもりで、ドキュン返しすれやまとめを見ていたら、偽装首吊り自殺の話があって、これだ、となりました。死ね、と気軽に言える人には、これくらいしないと何も伝わらないと思ったので。でも、私たちには、器具を用意するのは無理。考えた末に、手首を切ることにしました。切ると言ってもお芝居。計画を実行した結果、私と夫の話をまとめてみると。朝、風呂掃除担当のトメが浴室に行く。トメが見たものは、服を着たまま浴槽に浸かっている嫁。嫁のそばにはカミソリが落ちており、周囲には血のようなものが飛び散っている状況。ギャーああ、嫁が死んでる。お父さん、息子くん、嫁がああ。と大騒ぎしながら、浴室から出るトメ。トメがいなくなったので、嫁は慌てて浴室の窓から脱出。嫁、身を隠して着替える。うとめと夫が浴室に行った時には、嫁の姿はなく、浴槽の中が赤くて、周囲にも赤い液体が散っているので、気持ち悪い状況。夫ダン。トメ、パニック。嫁の衣装を見つけた夫は、うとと共にトメを責める。うとが警察を呼ぼうとしたタイミングでネタバラし。うとは、こんなことをさせるほど追い詰めたお前が悪い。とトメに怒鳴り、トメは、悪意があったことを認めて。ごめんなさい。私は、これから変わります。だから許して。と大泣き。そんな状況でしたが、夫が、口先で謝っても、多分何も変わらない。死ね、なんて言葉を簡単に使う人間は、信用できない。と別居を決めてくれて、今はほぼ絶縁です。夫が言うには、トメは、お母さん、今度からこうするね。と宣言しても、実行したことがないそうで。信用できるはずもないし、そもそも、死ね、なんて言ってくる人と、同居を続けるのは無理。血のりの作り方を調べたり準備するのは面白かったです。液体絆創膏を使って、傷口に見せようとしたけど、微妙な出来上がりでした。それより、着衣のままだったことが、トメにはインパクトがあったようです。夫が提案した、服を着たまま浴槽に浸かる。これは、かなり体が冷えます。私は、これで風邪をひきました。それから、早朝4時にスタンバイして、トメに発見されたのが6時なんですが、暇だなぁ、トイレに行きたいなぁ、ちょっとお湯を足そうかなぁ、と、待ち時間がとにかく退屈。こんなことは、もう二度としないし、したくないと思う反面。次は、もっと上手にできるかもと考えてしまう自分が、ちょっと嫌。